の皆さん、どうもギラメシです。よし、よい。はい。私ギラメシはですね、3月の26日にバンド結成10周年を記念しまして、ベストアルバムライブベストをリリースいたします。はい。はい。ということで、まあライブベストというタイトルなんですけれども、はい、まあライブ音源がね収録されてると思ってる人もいると思うんですけども、違うんです。まあそれは。まあ全くの間違いでありました、ね。まあなんだベストアルバムっていうのはこうシングル曲とかね代表曲をこう1枚にするっていうのがまあ普通だと思うんですけども、まあ、俺たちはライブバンドということで、まあ、ライブでねよくやる曲をまあ1枚にして、ベストアルバムにすることによってなんかこうリレーマンションのライブを気になっていきたいなって思っている人とかが、まあ、これを聴いてもらえれば、ライブをね楽しめる1枚になっているので、分かりやすい1枚、そうですね、うん、なってますけど、はい、はい、リョウさんなんかここを聞いてくださいみたいなのがあったりしますか、サウンド、ですね、まあとりあえず今回、はい、まあ大体だったらあの、うん、まあ寄せ集めて音量揃えてそのままプレスバンボンみたいな、そうね、それがね、それがね、僕ちょっとあんまり理解できない、あ、まあそうね、なるほどなるほど、そうそうそう、あのまあギルガメッシュのことを聞いてくれるそのヘビーなそのユーザーさんいるじゃないですか、うん。だって持ってるじゃん、もうまあね、そうね、昔なのかさ、そうね、そう、だそれが嫌なんで、はいはいはい、まあ、昔の曲をね、リミックスして、はいはい、最新のサウンドに仕上げて、ね、うん、まあ、新昔の曲がもう生まれ変わったみたいな、はいはいはい、そんな感じだから、だからその昔から聴いてるお客さんも楽しめる作品になってるんじゃないかなと思いますね、プラス、今からこうギルガメッシュを知ってもらえる人たちにすごく親切なアルバムになっているので、はい、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてですね、はい、このベストアルバムの、まあ、リード曲になりますね、うんうん、エボリューションという曲なんですけれども、はい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 、これ MV をですね、はい、まあ、撮りまして、はい、ということなんですけども、周、うん、さん、なんかこの MV の見どころだったり、そうですね、はい、まあ、エボリューションやっぱ僕らのライブの定番曲、うん、1曲目でもケツでもいけるような起爆剤となる曲なんですけども、うん、いやいや、まあ、これを、まあ、メンバーがどうしてもやっぱり MV 撮りたいなと、うん、撮って、ね、撮り直したんですけども、うん、まあ、今回後藤真理子さんっていう、どう、まあ、元緑のつな、うん、まあ、がりがありまして、ですね、まあ、前回の前回というか、まあ、何年前6年前ぐらいにレコーディングした時に、うん、まあ、そのエボリューションの レコーディングした時にコーラスで参加してもらって、そうですね、で、まあ、それもあったんで今回 MV にも参加していただきたいなというので、うん、まあ、冒頭冒頭常にいるんじゃないですか、常にいなくて冒頭にあれ冒頭だけでしたっけ、冒頭だけですね、冒頭だけですか、あえてここから言いません、深くは冒頭を確かめてもらって、そうですね、映像の中に後藤真理子さん、どこにいるんだと、後藤真理子さんが、そうですよね、はい、そんな感じなんで楽しんでもらえればと思います、はい、嬉しいなと思っております、はい、そしてですね、ギルガメッシュ4月の1日からですね、うん、渋谷クワトロからですね、うん、ギルガメッシュ2014ツアーモンスターを、全国一周回ってきまして、それからですね5月から、ヨーロッパツアーを、うん、回るということなんですけれども、はい、兄さん、はい、なんかこのツアーで楽しみにしてることとかありますか、ね、まあ、日本のツアーなんですけど、まあ、これ全公演オープニングアクトがそうですね、ついていただいて初のところ、ね、そうなんですよ、うん、でね、その出てくれるバンドさんめっちゃくちゃかっこよくて勢いある連中ばっかしなんで、うん、まあ、そのライブを見てね、ここまでギルガメッシュ一度刺激を受けてまたさらに成長できればいいかなっていう感じですかね、うん、はい、うかうかしてらんないですね、あーすよー、よろしくお願いします、気合入れてね、あのツアー回っていきたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします、はい、それではギルガメッシュでした、バイバイ、バイバイ。